玄民名は、竹林の七県の一人。字は、中広。三国時代の義及び、精神の文人。陳流軍医師権の人。また、伝説によりこの人が伝えたとされる四元の、竜と族発言楽器もその名を冠して、玄美名と呼ばれる。義の武と大主元広氏の子であり、不評行為原石の重視にあたる。源選、玄誠の父である。竹林の七県中では、 存命中の実績が非常に少なく、施設信号、信条及び逃走代の類書中に見えるのみである。その年齢は、大エビスに比較して、やや年長であり、竹林の七県中で二番目に年少である。若くして、おじの原石と共に飲酒園遊した。三期二郎に任じられたが、精神の時代、山東が玄美名をリブローに推挙した時、武帝は、その狂気の弾を尊び、 飲酒の度が過ぎることを理由に用いなかった。玄美奈は、その人となりが放誕で、霊法に関わらず、当時の樹脂に誹謗された。民心学で使われる、玄美奈また、美和を良くし、本律に精通していた。そこから、玄美奈が、記事伝来の美和を改造した、という説が生まれ、後世にはまた、その美和を、玄美奈と呼んだ。略称は玄。後に、純次家に憎まれて、 地平た守るに出されたので、後人は彼を、元元兵と称した。あと二長寿によって没した。ありがとうございます。